長田浩二はね、本当腹立つんですけど、あの僕がね、一生懸命監督やってるのに、もうそろまだ監督やるのって余計なことやら。いやね、京都でやり、ゼルビアでやり、その前にベルディでやり、お疲れ様です。終わって、あと曽我田選手が今、曽我田選手がいます。怖いから、はい、曽我田選手、もうすぐ、はい、曽我田選手はね、鹿島の小学校の中でも大人気ですからね。僕はあの夢戦っていうね、夢の先生で、あの鹿島に来た時に、曽我田知ってる？曽我田、すげえよねってみんなに言われるんですよ。なんでかなって、え、なんでって言って、かっこいい、そんなにいて。それ、ガキさんとそば間違えてるのございますね。そうか、そうか、そうか、アゴカルテットの一人ですよ、二人ですか。座りませんか。座りますか。もう一人お待ちの、あ、来ました来ました来ました、本山選手です。あの M さんのラウンジで、東北人魂の展示会を行っております。こちらの方ですね、あの皆様ぜひあの、ね、行かれてないという方はこのトークショーが終わってからでもぜひ行ってみてください。なんでここより旅行を進めるんですか。おかしくないですか。告知してくださいって。ここを進めるんじゃないですか。ここ皆さん来てください。選手います。そこにいますよ。皆さんここにもいますよ。選手います。そこにいますよ。ここ集まってください。人呼べないからやめて。小型じゃなぁ、おいおい。もう、市民が帰ったらだって、もう18歳の頃からこの顔だ。いやいやいや、この顔関係ない。年齢わかんないよね。顔関係ない。あの頃から老けてたもんね。いや、秋さんに言われたくない。いやいやいや、俺まだふさふさだったもん、あの頃。ふさふさだったもん。確かに確かにだね。お前ももうすぐだよ。ちゃんと使ってるから。個人個人バリ意味ない。話変え、話変え、変えようか。俺もだいぶ苦しくなった。終わっちゃいますよ。はい、では改めまして皆さん、じゃあご挨拶をお願いいたします。はい、仕切り直しでね。はい、こんにちは。はい、長田浩二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして竹山です。山田です。先月のオフって皆さん何してたんですか。はい、先月のオフ、プラオフ、プラプラ、それ話をするんですか。いや、皆さん優しいから。いや、ちょっとハワイの方で結婚式をしてきたんですけど。おめでとうございます。いや、本当はあの、これ誰も誘ってないんですよ。身内でやろうと思って、まあ、身内も急だったっていうのもあるし、身内でもう身内で家族でハワイでやろうって組んでたんですよ。そしたら、なんか選手じゃなくて選手の奥さん側が、こんなタイミングないじゃん、そう、私たちハワイで遊べんじゃん。で、誰かさん、なんかちょっとハワイが遠すぎると、あのグアム、サイパンまでしか行かねって言ってる旦那がいるらしくて、遠すぎて手挙げてる人も、そうだ、こういう時しか行ってくんないから、はいはいはい、便乗しようってことで、うん、みんな来ました。みんな行った口ですよね。行きましたね。まあ確かに、本当にね、よかったら誘ったんだけどね。いや、誘われてねえよ俺。でなんか忙しそうじゃないから、ね、まあ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 、今はね、まあね、悪くない、ね、今日の朝もね、うん、ね、1時間やってますね。そう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 、ずーっと働いてね、ずーっと働いてます。まあその話はいいっすね。まあハワイでやってきて、はい、やってきて、そう、うん、あとは俺はあの東国魂の方で、はい、あれ今向こうの方で展示会やってるんで、もし皆さんよかったら東国魂の方で、そうそう、はい、ショーが終わってからね、行ってください、はい、あの行ってきました。お手間選手はじゃあハワイ、はい、結婚式に出席したり、はい、どうでしたか。すごい結婚式に参加させていただいて、はい、
あとは僕本当本当思ってるそうやっていい結婚式だっていや本当結婚したのかな本当に結婚したのかなわかんないよね本当席が入ってるのかどうかわかんないじゃないですか耳マジそこそこなの視野できました多分入ってる多分入ってるただあの休日届けたから、うん、ちゃんと入ってるかどうか分かんないあ俺もだった俺も休日だったいやそこは気になりす大丈夫大丈夫乗っかってくれ 20年前だったんですねはい、あと練習しました練習でした、はい、ちょっとちょっと練習するわけないじゃん男が鬼ですよ練習のいや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 聞いたことないしフラワーズ結構承認が横に向いてもそがる選手はいた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 そがる選手はまあ大体そんな感じです結婚式はい感想聞かせてください天気が本当その日はもう抜群に良くて抜群だったねそれだけでしたゴルフはゴルフは散々でしたゴルフはね、絶対ゴルフだから大変なんですよすぐボール探しに行かないといけないから あそこで手振ってる人いるからあ、ほんとだドラえもんいやでもね、大悟ね、大悟だけ偉いんだよ、はい、ちゃんと電報打ってきてくれて、うん、電報打ってきた、書いた紙が届けたのじゃ汚い紙に、うん、おめでとうございますだけ書いて、はい、元に渡して、しかもそれ元をくちゃくちゃで持ってきてで、式の最中にポンってコジくんもらったよって持ってきて届けるだけかでもさ、本当はね、その二人仲いいの悪いの、どっち、うん、え、そうだと違う一応俺これソガはどっちかっていうともう一人じゃんどっちかっていうとっていうか一人なの否定はしてないですけどそうだよね一人っていうイメージっていうかさ地元にこう根付いたみたいなまあ地元の人間だからねまあ小学生に聞いたらみんなソガだソガだその小学生だっていいんじゃないですかまあ俺多分俺らの年代はその多分俺らが入団した時の本田さん、秋田さん、相馬さんの関係とは違います。いや、怖かったっすよ、ほんと恥ずかいちゃったないや、俺でも本田さんと仲悪くなかったよえじゃ誰も仲悪いと言ってないですよ関係とは違います自分がですよね今なんか、秋さん今カミングアウトしたよ秋さん、俺そこまで言ってないです確かに本田さんじゃなくて相馬とは、まあ、練習中こう言い合うことが多々ね、喧嘩してましたよね、まあでもね、コウジも本田さんとね、やり合ったりしたことがすごくありました。どんどん暴露大会になってくるんだろうね。あの、一つ言っていいですか、うん、やり合ったじゃないです一方的にやられたごめんごめんごめんまあ元は僕はあのマンツーマンでマークつくので、はい、いつもコロ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 転がってました僕は速くなくて、元がすっごい速かったんであのセリエズはもう常にあの僕をつけようってわざとこうマッチアップするようにしてたんですよ彼を育てるためにありがとうございますね、はい、でまたこうコロコロコロって倒れてもまた立ち上がってまた仕掛けてくるんですよムカつくんですよこれがうまいんですよ速いしあれがね身を結んだ結果がいいないないないそうねえ、本当にあの…ダメでしょ、それはそういう時だけ頑張ってもダメでしょ僕が移籍、名古屋に移籍した後に鹿島で試合やった時に元がね、出てきて点取ったんですよあの時ほどムカついた時はないですね実はありがとうございます本当にね、面白い。そばといえばね、本当にずっとやってたよな、お前一緒にな。そうですね。どこんなに長い期間さ、ずっと試合続けてるじゃん。今何試合出てるの？200何試合か。連続で。鉄人だな。秋田に負けない。いや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 。
のイエローハットの帽子可愛かったもんね。絶対被ってくんないんじゃないかって。そうそうそう。あれ帽子だね。メール送ってきたもんね。ここもバッとなってる。あ、ゴーク。メール送ってきたもんね。そうそうですね。聞きたいんだけど、今あの若いセンターバックじゃないですか、はい、まあ、若いディフェンス陣、まあ、山本修斗選手ぐらいが、まあ、年齢がね、27ぐらいで、まあね、中田浩二選手もなかなか出れないっていうことでちょっと残念ですけど、どうですか今こうボールマウス守ってて。まあやっぱりちょっとおとなしいかなっていうのは感じますし、まあ、今まで組んできた選手ももちろんアキさんのバックの選手大輝であったり王さん、まあ、外人選手の大輝であったりと比べもちろん能力はね、遜色ないぐらい持っててもやっぱりゲームの中でこう自分を出すべきとか、うまくこう前の選手を伝えることができなかったとかっていうので、もっとできるんじゃないかなというのを感じますし、まあ、もちろん本人たちも感じていることはあると思います。でガツンって言うんですか。まあ言わなきゃなとは思って言ってますし、でよく吠えてるじゃん、まあ、よくよく考えながらこっちよく吠えてるだって。そんな暴れてはないです。暴れてはない。どうですか、アキさんから見てる。いや、ノーコメント。言ってください。いやいや、でもね、やっぱり多分工事が出たら出たで丸く収まると思うんだけど、でも将来のことを考えて今なんか準備をしてるみたいなことだと思うんですよね。まあ、それで、まあ、僕もそういう立場になった時があるんで、すごくなんですか、もやもや、ベテランとしてもやもやするしてると思うんですよ、コーチとかね。絶対試合に出たいし、僕もずっとそうだったし、辞めるまでそうだったから、それで僕は正解だと思うし、そうじゃない？そうでもないんですよ。そうでもないの？もう辞める決意ができた？いや、そこまでは言ってないですけど。よかった。いや、まあまあ、もやもやっていうよりも、まあ、今自分ができることをまあやれれば、その、まあ、準備だけをしっかりやって、あとは、まあ、若い選手がこうやって試合に出てるから、その力になれればいいかなと。まあ、ソワーズさんが怒ったらちょっとなだめたり、ちょっと怒られすぎてへこんでたら慰めたり、煽ってはないです、大丈夫です。いやでも、まあ、でも自分の立ち位置っていうのが、まあ、そういう立ち位置なのかなと。それは感じて、ただまあスタジアムね、上で見てると横垣さんがいつも俺を笑いながら来るんですよね。どうした？見ても通りっすっていう返答しかできないんですけど。いやでもね、そういう存在っていうのはチームにとっては絶対重要な存在だと思うんですよね。まあ、チームって水物だから、生き物だから、やっぱりそういう選手もいて、試合に出る選手もいる、まあ、またその工事が試合に出て活躍してもらわなきゃいけない時っていうのも絶対出てくると思うので、ね、その時のためにも、まあ、鹿島のためにも若手を育てるっていうこともたくさんのことを、まあ、今まで鹿島にね、いろんなものを与えてもらったと思うので、それをまたね、返してほしい、返していって、もっともっと強いあんたを作っていってほしいなと僕は思うんですよね。引っ張っていっていただきたいと思います。結婚もしたことだし、やっと。ありがとうございます。じゃあ後半戦に向けて一言ずつ皆さんから意気込みを聞かせていただけますでしょうか。じゃあ相談さんから。はい、まあ今の順位は僕たちにとってもちょっと納得いくところではないですけど、でもダメじゃん。え、だからそう、確信犯です。もう完璧確信。このネタはさっきも使ってます。あ、そうなんですか。まあ、もっと上に
いることができたと思いますし、その辺はここの中断明けから、チーム一丸となってみんなと挽回してやっぱりチャンピオンになることができるように戦っていきたいと思いますし、皆さんと一緒に戦えればいいと思います。よろしくお願いします。頑張ってください。試合でもないですけど、チームがやっぱ優勝できるようにサポートしたり、まあ、出た時には勝利に貢献できるようにやっていきますので、スタジアムに、多く足を運んでもらいたいなと思います。よろしくお願いします。そうですね、まあ、先ほども言いましたけども、まあ、まだまだ、ね、若い選手には負けないとは思っていますけども、ちゃんと思ってください、はい。まあ、ただまあ自分の立ち位置っていうのをしっかり自覚してね、まあ、チームに貢献できるように、ただまあ試合出れる、まあ、場面っていうのも絶対来ると思うので、そういう場面にしっかり仕事できるように、まあ、コンディションだけ整えて、まあ、この1週間2週間も走ってきましたし、まあ、チームがね今4位ってことで、若い選手勢いあるときは本当乗っていけると思うし強いと思うので、それが持続できるようにメリスを目指して頑張っていきたいと思いますので、そのためにはやっぱ僕らベテランもそうですけど、やっぱりサポーターファンの皆様の力っていうのも絶対必要になってくると思うので、ぜひスタジアムに来て一緒に戦うなり後押しするなりしてもらえれば、それが鹿島が結果残してきた今までだと思うので、これからもまたよろしくお願いします。ありがとうございます。いや、素晴らしい。大人になった。大人になった。でもね、コージが来た頃は18歳だったからね。うん、ね、でも同期で4人の子ってすごいですよね。すごい、ね、あ、もう一人は、もう一人はね、多分東北人魂しかいらっしゃるかどうか。これにて終了とさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この後は、今度はピッチです。